ありがとうございます。ゲームボーイ版ポケットモンスター赤パート4、4回目。シュンタン、岩山トンネル抜けたね。あ、てんてんてん。若まで行きました。が、すごい不穏。あ、シゲルゴール、タカシね、シゲルじゃない、嘘ついた。買ったんじゃないかな。ここら辺やった気がするけどな。あれ、なんもないや。タカシ、おやさい、このところで何しに来たんだよ。お前のポケモン死んだのか、アホか、生きてんじゃん。ちょ、惜しくもりそう。強くなってんなぁ。レベル25か。よしよし。すごい育て上げられてる。大切に育て上げられてる。ね、育て上げられてる感があるね。よしよしよし。あ、学習装置。あ、でもそうか。学習装置をもし素ですぐもらえるんだったら、学習装置持っていたら、俺は戦闘出さないポケモン確認レベルが進化するから、ありかなと思ったけど、確か30匹か40匹連れてな、ダメだよね。って考えると、あ、きついな、しょうがない。よし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 。いけ。すご、経験値。1000?いいねえな、葉っぱがあったらいいでしょ。こちら、よし、急所リザード来れないよね。体当たりでいいのかな。あ、耐えた。傷薬、あ、なるほど。さすがや、さすがコンピューター。あ、ちょ、やりやがったな。性格手加減しちゃったのに。おい、ところで、ボイフォン図鑑どうだよ。俺なんかカラカラ見つけたもんね。大きい方のガラガラが見つからない。どこかな。あ、きっとこの辺にいない。じゃあ俺も行くわ。お前たちは通り忙しいから。じゃあな。なんかさ、どこ行ったかな。なんか出てくるよね。ちょっと待ってよ。シルフスコープ。あ、違う、俺これゴーストが葉っぱが、当たんの、当たんのかな。当たんかったら勝てへんやん。ラドリギの種。いやー、ちょっと待ってよ。ゴーストタイプ当たるかな。ちょっと怪しいな。葉っぱが当たった気するよね、ゴーストタイプ。ゴーストタイプ、あ、どうやら違ったかな。ラドリギの種はちょっとわからんけども、まあまあまあ。はい、魔力ってふわふわでぬいぐるみみたいなポケモンなんだ。プリン、プリン、プリンかな。ピッピー、マジ確かに悪い、ふわふわやな。確かに言われてみればそうなんだ。おー、プリンだ。2打目を4発ぐらい入れてくるのかな。5入るかな。あ、4回か。またピッピー。ちょっと強いの持ち試して、葉っぱがあったら試しに。急所入らんかな。入ったな。葉っぱがあったら優秀やな。成長を入れて、成長で、葉っぱが、成長?俺が持ってる成長じゃないかもしれない、もしかしたら。特殊の攻撃が上がる。あ、違ったかな。ちょっと使ってみよう。野生のちょ弱いポケモンと戦うときに。超える。超えるか。6本。あ、あれ。くそ。おーっと、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 決めてくんな。ロコンめかわいいな。つぶら。耐える。ロコン耐える。レベル45の攻撃耐える。耐えたいからね。結構削られたね。どうしよう。まあまあまあ。戦ってレベル上げることにはさ、余裕持って戦えへんし。耐えたいがもしかしたらキーになるかもしれんから、なおさら、なんとか、レベル上げておきたい。よし。ベトベト。ベトベト。デデン。デデ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 デこれも大変よ、だから。急所、急所、急所な。でん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 。そんにゃ、かわいいにゃ。勉強もいいけど、ポケモンもいいね。理科系の男的な感じかな。あ、理科系の男。はい、ドガース。ドガースか。これノーマルだっけ?ノーマルとかかな。後悔の一つ。あー、なるほど。
わかった、僕には勉強しかない。頑張れ、諦めんと頑張れ。私ミドラン好きだから。でん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 ミドラン欲しいな、俺も。ミス、ミドランミス可愛いな。尻尾を振る、いいね、可愛がりたい。でんでミドリーナ、あーミドリーナ、あ、これも可愛いな。豚のような犬のような、なんかなんともいえない感じが可愛い。ふっくらしてるし、パウガの顔みたいな。顔、顔と一緒かな。ちょっと見てみよう。ねね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 。こうして何でも見て、え、ちょちょ、こうして並んでみるとか。ポッポ、ポッポ。レベル19ね。これぐらいなら、軽く気に入れる。こらった。進化してないんか、全部。ウカールやからかな。可愛らしさ重視で、集めてんのかな、編成してんのかな。進化でさせないみたいな。ミドラオス、これも進化してないな。あー、ミドラオス、かわいい。ちゃあ、かわいい。次、ミドラオスかな。ニャースか。ニャースはもう、100人、100人、かわいいって言うやろうね。猫に小判使ってこんかな。猫に小判だっけ？小判パンチ違うな。ピカチュウか。ピカチュウは、まあ、かわいいわな。よーし、よしよしよし。野菜、賞金285。でん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 。運試し戦ってする、わかんねえな。ニョロモ、ニョロモか。あ、そう、美味しい水とか、ちょっと取らなあかんので、それだけは買わしてください。そうそうそう、ショップとか、まあ、自販機やからいいか。え、自販機やからいいってしたら、でもだいぶ余裕、まあ、最低限だけにしたらいいのかな。3つあればいいかな。うん、多分3つかな。ショップバスなので、一応まあ自販機はいいっていう話になるんやけど、そこはもう後編、後編っていうか、最初決めたね。いいしよう。まあ本当は落ちてる美味しい水とかをさ、使うとか探してっていうのが一番いいんやろうけど、それちょっと難しいんで、うん。ベン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 。ブリーダマン。体当たりはもうさ、なくなりそうなんで、葉っぱカッターも使っていくからレベル差があるんで、まあまあそこはなんとでも、なんとちゃうかな。ドガース。レベル20で、僕のレベル20もなし、いや、46ですかみたいな。ポケモンも投げられない。違う、体格か。鍛え上げられ方が全然違いますわ。ビリーダマ。ビリーダマみたいな顔した男の人いたよね。かわいらしい。47上がるね。コイルか。コイルなぁ、葉っぱがあった。ここら辺も葉っぱがあったら全部使っていこう。よしよしよし。デデンデデデンデデデデデンデデデンデデデデデデデ。ここは多分ジュースがないと通れへん。喉が渇いた。それを言われると俺もそういえば渇いてるよね。なんかさ、これとかなかったかな。なんか落ちた気がするね。どこやったかな。違うな。違うわ、全然違った。タバコ吸ってパッと。てかさ、俺自転車乗れたよな。完全に忘れた。ここもさ、なんかあった気がするよね。ピピだ。一つだけやったかな。まあまあまあ、本当は一列一列丁寧にやっていかなあかんねんけど、まあ割愛しよう。お、タマムシの方でも居眠りポケモンが現れる。はんはんはん。へえ、そうなんだ。ここでタマムシのそば、あれ、これたわけ。どうしよう、いきなりいいか、行っとくか。いや、それ。失礼しました。サイクリングロードに。急に見せた。おじさんやね。ポケモンの笛。カビゴンどうしよう。仲間にしたいっちゃしたいけどな。おう、行くわ。でん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 。後継品交換する。いや、そうやったよね、確かに。で、なんか。コインケース、どこやな、コインケース。コインケースはどこにあんの？あら？デデンデン、デン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 。体当たり、男の体当たりで見せてやるわ。ちょっと耐える。ラッタ、トラウマがあるからね、ちょっとすごい。おっ。
なった疑うときはちょっとビクビクしてしまってね、だったら人生狂わされるのがいいから、人生じゃないわ。オッケー、ちくしょう、この間ロケットはナジの存在がバレちまう。こうしていっていいのかな、まだ必要、あれどうなんやろ、あれ今ここ行くのって早い、もしかしてどうなんやろ、ちょっとわかんねえな。よかった、よかった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 、急所入ってくる、急所、あ、これ急所っぽいな、俺の思いが通じたから。万力、よしよしよし、なんかあれやろ、ないか、ないな、ドルル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 ペットダメしないこのとこ、なんかスーパーボールとかもしないかな。コインケースはところでどこにあるんだろうか、わかんねえな。ペットハッパカッターを使ってしまうのがもったいないよね、あんま使わないな、対応せずにこうばったり穴抜けか、なんかあるかな、特に何もなさそうね。でん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 、こんなとこに、こういうとこにあるんや、ないないか。おっ、でん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 、シュースコープね、あーそっか、これで幽霊が見えるんだろうけど、耐えたでいいかな、耐えた、耐えてない、ドアス、あと4か、そんな簡単ではなさそうだと思ったけど、まあ簡単か、体当たり、もしどれの体当たりに勢いが出てくれたらいいんやけど、でんよしよしよし、いけっかな、んで？この下？この下もあるか、同じやね、ワープとか移動床みたいな、でん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 、とりあえず今道は見えない、とりあえず全部拾うルートを進むと。あー、金の玉、金の玉か、月の石、あざましいな、なんやろ、角ドリル、角ドリル、どっちでも良さげ、待てよ、よしよしよし、んで、鍵が必要みたい、エレベーターに、ほう、あ、ロケットだ、ここに来た狙いはなんだ、なんでしょう、なんでしょうね、本当に特に俺は何で来たかもまだ分かってない、自分で分かってないけど、たまたま来てしまうみたいな、だから、そうでもシーフスコープを取るだけのためだったかな。ラッター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 。レベルも47か、早いな、割と。一気しか使ってないからね。当たらへんな、マジか。あれ、なんか砂かけみたいなの使われたかな、繋がってないのか。こらった、こらった。こらった4番とレベルはラッターと同じっていうね。なんとも言われへん。これいかん、エレベーターに乗るなら、ボスに会いたいなら、はあ、ほー、すごい傷ですよ、侵入者を発見、でん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 
デン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 。カッパガッタ行くか。よしよし、飛ばす。体当たり、なんとか落ちてくれ。よいしょ、あー、耐える毒はない。ないね。大丈夫。なんかそろそろ覚えそう。覚えない。48枚行くと技覚えへんのかな。そんな気もしてきたな。うん、不思議花、タイじゃん、最強。あー、不思議花、これは優秀は EP で戦うってなると、やっぱり不思議花、コミックス、リザードン、まあ、どれも戦えるっちゃ戦えるのかな。最初、サトシ、タケシのところがちょっと人影やときついのかな。で、レインで、来たな、上のフロアから連絡が来てるぜ。マジか。さすがロケットだ。何がさすがかわからへんけど、まあ、連絡しっかりしてるね。セキュリティはガバガバ。ガバガバではないのか、もしかして。カッパガッターに行こうか。デン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 。ああ、ああ、ケダメ。ああ。2ダメージ。ダメージ2倍余裕やろ。ちょっと、感謝。ああ、ダイも負けたばかな。この下に何かあるんでしょうか。エレベーター。いや、違うな。おざましに重要。ない。すげえのが。来てくれることを。あー、ステミタックル。強烈、ステミタックルは一体不思議花だけやときついんじゃないかな。いけっかな。どうしよう。まあ。どうしたらいい。どうしたかな。こっちで、なんか回復じゃない、アイテムが刺さった。不思議な目か。で、ここ来たら回っていかねやな、と。自転車乗れへんのかな。デン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 。こっちかな。はいはいはい、なんか、スイタっぽい、ぽいね。あまりロケット弾の邪魔をしない方が身のためだぜ。で、まあ、ロケット弾、悪の組織やからね。無知持ってんのかな。無知か。あれ、打ったり打たれたり、こうそんなの好きな人いるけど、あれなのかな。これハマんのかな。やったりやられたりしたら叩くはもしかしたら、あー、どうやろう、分からへんけど。レビレビレ、マックスアップ。マックスアップは使おう。体力基礎ポイントアップ。インドメタシン、ブロムヘキシンとかも、これの落ちてんのかな、どうなの。落ちなさそうやね。楽しいことで買わなかったのか。買うはちょっとあれやな。はは、エリュータは使えないって、鍵は誰が持ってるのかな。お前持ってるのか。ぽいね。でん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 。ドガースは、21。人影ゼニガメ選んでたら、ドックもらうとなかなかきつかったよね。回復も回避にしさ、なあの毒消しも回避にしさ、あるんでやらなかんやろ。で、だからってじゃあポケモンセンター行ったり来たりするのちょっとだるめなんで。ってことは不思議花選んだのはかなり優秀。まあ運が良かったね。あ、そうそう、鍵。おお、そうだ。しまった。せっかく隠しておいたエレベーターの鍵が全部入れて持てるって。わざましん0002、わざましん02ってな。成長ってさ、どうなんやろ。かまいたちは、かまいたち。かまいたちは俺使ったことない。気がするよね。あんのかな、俺使ったこと。ないよね、多分。でん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 。下レベルじゃなかったな。あ、1回上のもう1回移動の床踏まなかんのか。でんでんでん。あ、しました。余分。余分な時間をかけてしまった。まあまあ、いいでしょう。でん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 。一緒やね。結果どっちでもいけそう。いけるね。でん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 。よし、次だ。これエレベーターね。で、何回行ったんよ。地下4。地下1。ちょっと待った。地下1じゃないだっけ。
あーあーあーあああこっちから行こう。どうせ来るな近いうち。先に親分と戦っとこう。親分がいいのか知らんけど。あーお前結構戦闘力戦闘力が多いな。うん、足りんくなるかもしんない。どうなんやろ。バッタカッターと組み合わせればいけるかな。アーボか。よしよしよし。サンドパン半葉っぱカッターで干せるかな。バンバンはきつい。あ、いけるか。言うてレベル48やもんな。悔しいがやられた。ポケットの悪事のすごいすごいわからんくるんね。悪事の素晴らしさとはとはって話ね。デンデデン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 。アーボアーボなぁ。よしよしよし。まず1匹サンド2匹。あ、やばい。よしよし。夏目入った。アーボック葉っぱがあったらいいんかな。足りないのがいいのか。あー、後悔の一つだけ吸収に入ったからまあ倒せたみたいな感じか。あげ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 。ディン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 。ブルームエキシン来たわ。使ってやりたい。はいはい、ローヨースポイントアップ。あ、待て。気づき使っとくか。120あれいけるかな。ほほ、こんなところまでよく来た。世界中のポケモンをわらだくみに使いまくって金儲けするロケット団。私がそのリーダー、榊。あー、榊。榊、こんなとこにあったんか。うん。榊、これ何気に初対戦かな。どうだろう。お前やったかな。やってないよね。サイホーンの角ドリルを食らうとやばい。角ドリルでいけ。じゃあ一発で倒せず。やったかな。頑張らせたけど。いいね、レベル上がるね。ガルーラ。かわいい。ガルーラ葉っぱかったよ。耐えたい方がいいよね。あ、いやいや、待て。やばい、大丈夫かな。4回で20かな、じゃあ。分かったら行こう。はい、OK。でん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 。そんなバカな。君はとても大事にポケモンを育てている。そんな子供に私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいのだ。あった、シフト。他の人は身を引いてない。よかった、自分ばかりしやがって。ブーン。リンリン。あ、忘れた。迷子の坊やかな。今日はエリカまで行きたいな。結構な。ベトベタ。ソウル葉っぱかったで、あ、いやいやいや、あ、そうか、金縛りってすごい強いな。そう考えると、これ攻撃技がないから、って考えると、一つ抑えられただけでもかなり痛い。金縛りかな、ちょっと考えとかなかな。なんでじゃ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 。お、はい、はい。あれ？コインケースって大学入れたかな？このうちだったかな？あれ？違う。こっちなかったっけ？あれ？誰がコインケースくれるんやろ？え？ここら辺かな？あ、いや、違うな。全員喋ったよね、だ。このおじさんは違うやろ？あれ？誰がくれる？でんでるん。誰がくれんのよ。ヌロボン。ああ、そうだね。進化しますわな。玉虫マンション。よかったよね。金拾ってくるんや。そうだね。確かそんな、拾ってくるはないか。ん？あれ、なんか。あれ、なんか、裏口からさ、入ったらさ、なんかもらえた？違ったかな？これね。ゲームデザイナー。あー、はいはい。グラフィッカー。あ、ニンテンドーのね。ニンテンドーとかゲームフリーとか。
なんもねえな。全国はもらえへん、ね、自転車。何もらえなかったかな。もらえへん、もらえ、もらえ、あ、黒板にも書いたが、おしんわからぬことはない。言語の中に世界があること。は、何くれんだったかな。EV あー、ここで、あ、名前つけといたよかったな。で、ここで石を拾えれば、それを使えば、図鑑が2匹増えると。いいねいいねいいね。とりあえず A か倒しに行こうか。A かさ、俺倒せんのかな。なんか、倒せない気がしてきた。タイプ、まあまあ、綺麗な街づくり。ショップとかどこなんや。なんだ、ジルジル見やがる。あー、テーブルの、お、こいつ。わたやった。よしよし。はいはいはい。ゲームコーナーの下に地下室がある。これはコックさんかな？らっしゃい。これさ、こ、話しない。自転車一番でいいね。ロケットランプ、地球表をスロットの出会いで仕入れた子供2000ミリ出荷者した。ほう。スロット大繁盛。出られへんなが。これはね、ロケットランかな？あー、ロケットランかやっぱり。これ何？旅館？旅館？お姉ちゃん大好き。はい。なんで彼女、あ、彼氏、彼女、子供？弟か。そういうことか。いやー、これはひどいわ。ちょっと、別に弟が嫌とかそういう話じゃなくて、なんでなんで、なんで水いらずの旅行のはずが。いや、男の人にとってはこれ決めるね。この日決めたるでっていう日の旅行をやったはずが、まあ、かわいそう。ちょっと待って、ポケモンは何もらえるかな。あ、ケイシー。ケイシーバリアでいけるよね。ピッピーは月の石でいけるん。おー、OK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 。いけるいける。え？あ、技マシン。あー、150枚か。ミニル。おー、最後、ポイ、おい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 。いいね。ショップは使ったらいけない。うん。じゃあ、大丈夫。やった。でも確か落ちた気するんやな。やった。怖いな、確かにゲームって。未来のチャンピオン、エリカ。OK、OK。波乗り、ミニ竜に覚えさすか、それか。坊主義務アイテムか。10枚。ロケットランのお店？あ、そうなんや。ロケットランが乗っ取ったとかじゃなくて。あ、そういうこと？ちょっと待った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 。ロケットゲームコーナー。あ、マジかこれ。押す。はいはいはい、オッケーオッケー。とりあえず押そう。で、これでポケモン10種類集まるんで、まあ、空を飛ぶとった後フラッシュ取りに行ったらいいよね。で、ユケイシーを出して、出しじゃない、ユケイシー。ケイシーバリアードか。ケイシーバリアードで。あー、道が見えてきたね。一応。でれれれれ。これもカットでいいかな、ここは。もう通常でも 1.5 倍速ないけど、これでもちょっと、まあ、長いなっていう風になると思うんで、50枚ずつしか買えへんのはなかなかハードやな。1枚20円か。1枚20円ってどうなの？高いな、安いかな、謎。これだったらさ、ポリゴンとかも結構割と簡単に変えられるんでちゃうかな。とりあえずミニ竜を、波乗りミニ竜を用意しようか。で、他も交換したいんで、変えられるだけ変えてもいいのかな。1万で500万やから。まあまあまあ。全然いけるよね。これ押すの疲れるな。なんか、ちっちゃい頃は、ひたすらこう、石油光源を回してた気がする。なんか、だからレベル上げたい。そう、レベルを100。100にしたい一心でさ、ひたすら回していくみたいな。その能力とかどうでもよくて。そう、100を何体作るかみたいな。結局、あれ、どんぐらいやってたか半年ぐらい。いや、1年。結局なんか変なポケモンもらってデータ消えたんで、そっからやってないのか。って考えるとなかなか、こう、趣深いというか、なんというか、悪くないよね。でー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 。パチンコスロット、スロットか。当たんのかな？あとはあれか、ポーカーがあるのか、ポーカーじゃないわ、ルーレットか。ねねねねねねね。とりあえず、
これで秘伝技波乗り手に入るやろ。あ、いや、手に入るじゃなくて、あの、波乗り要因できるやろ。あとは、何がいる？怪力か。怪力、フラッシュは謎の草覚えると思うんで、そこはいいとして。最悪、怪力か。滝登りとかはなかったんやけど、確か。あったかな、滝登り。あれ？どうやったっけ？どうやったかな、滝登りあったかな？ない、滝がないかな、そもそも。あと、空を飛ぶか。空を飛ぶ。謎の草飛ばすか、空。まあ、嫌いできるやろ。か、ミニ竜を白竜、怪竜にして、いや、本当はもうあれないけど、まあ、そうそうか、今回できひんね。残念ながら。そう、ストライク打ってたな。あ、ストライクってサファイにおらんかったかな。ちょっと、曖昧。記憶がさ、曖昧なのね。ケーシーがいたな、ちょっと。いい意味での誤算やね。なんで？で、最悪さ。ピッてやろ。あ、まあ、大変よ。マジか。もう一回、買い出そう。波乗りミニギュウ。思ったんやけどさ、ミニギュウって波乗れんの？乗れるよね。1800枚か。1800枚ね。お金がなくなる。ただショップは使わへんので。まあ、問題はないと思うけど。どうなんやろ？大丈夫かな？でで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 、とりあえずは手持ちが結構増えたんで、ああそうか、イーブイもいるもんね。イーブイも石つけられるから、まあ10種ケーシーをバリアードにして交換してあれやってね。あーっとまさきやろ、預けるで、イーブイはとりあえず預けよう。で、預けるミニギュも預けよう。ケーシーはバリアード、フラッシュもらいに行くときに、また、月の人は持てたっけ？あった。でんて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 んエレベーターの声に捕まるね。不思議な雨はあると、もしかしたら使うのかもしれんけどな。不思議な雨やろ。あざましいのに行ってなったかな。コインケースは持っといた方がいいのかな。預けるピクシー、ちょっと回復してね。オッケー。じゃ、このままエイカのとこ行こう。エイカはもしくっかり、つまり、もしくっかりってわざましになったかな。ノリカ、ノリカじゃない。ノリカ、エイカ、エイカ。エイカ、成長外して、もしかかりにしようか。待てよ。わざましに。ちょっとおしっこが漏れそう。おしっこが漏れそうだね。引き出す、わざましいの何や、8か。8、確か。でもまあ、確かって今調べたんやけどね。ちょっとなんか、知ってましたよ、雰囲気出したけど。成長スプラービームってのもありなんやろうけど、もしかかりにしとくか。これで技の、ね、バラエティも増えたしさ。もうちょっと上手いこと、戦いにしようかな。傷薄いも結構減ってるからさ、なんか取れへんかな、やっぱ。それこそアイテムは、あの、技マシンか。あの人配ってんの、あのお店が配ってんの。ポイントアップ。ポイントアップって何だっけ？ポイントアップ、そうだ。技ポイント、技ポイント増やすは優秀やろ。いや、マジで、あれ？あ、違う。何増やすかな？ソーラービームかな？メガドレイン？メガドレイン、あれ？メガドレインがあると、ヤドリーの種はいらんのかな？あれ？ちょっと待てよ。もしかしたら俺気づいてしまってました。なんか、画面がおかしい。画面ってなんか、にひひ、この字も英語なのかばっかしじゃい。やめろ。でででででんでんでん。あ、男、ここはね、女の子しか入っちゃいけないの。じゃあ、ここで、マツ取られへんかな。まあまあまあ。マダツゴミ。俺はマダツゴミに苦しめられてるからな。ちょっと、もしかかり試してみるか。いいね。これは優秀。うつどんか。うつどんは、のしかかり。全部のしかかりでいけんのかな。その可能性出てきたな。のしかかり選んでよかった。優秀。優秀やのしかかり。あら、女ばっかりで退屈してたの。まあ、ガールスか、お姉さん。
あ、大人のお姉さん、セクシーやな。謎の草。謎の草は、葉っぱカッターでいこう。アイテム。葉っぱカッターも使ったりな。九州。体当たりかな、じゃあ。体当たりをどこまで使うか、どこまで持っとくかやね。どうしよう。体当たりやっぱり優秀。まあ、ダメージが微妙やけど、回数はさ、優秀なんで、持っておきたいといえば持っておきたいかもしれない。幅かったでお願いします。よしよし、九州九州。毒の粉やろ？毒の粉。夏ゴミ、体当たり。耐えるよね、やっぱり。みんな毒の粉打ってくるけど、そう、牛はね、来ませんと。残念ながら。お姉さんとの勝負に勝ちました。お兄さん、ヤムチャ。かわいいな。かわいいなっていうか、綺麗。あ、横にもいる。ちょっと待った待った。横にもお姉さんがいるのに、これはちょっと。ねえ、見て、これ私のことの草タイプは育てるのが楽なところは。あー、成長スピードが速いんやったわけ、草タイプのことって。そういえば、言われてみれば思い出したかもしれん。みんなお金持ちちゃくれんな。これで終わりかな。トレーナーはジムトレーナーリーダーじゃなくて、ね、ガールス、やっぱりガールスカウトかな。大人のお姉さんもありあり、どっちやろな。大人のお姉さん、まあ、答えね。大人のお姉さんガールスカウト、大人のお姉さんガールスカウト、それぐらいにお願いしたい。不思議そう、不思議そうか。俺の劣化はやん。もしかかりワンパンやからな。ゴーストタイプに葉っぱカッターが効くかって俺のちょっともう恥ずかしながら全く覚えてないんで、そこだけちょっと確認とか、なんとかしな。もしね、ゴーストタイプ赤になったら、カンナが、あれ、カンナやったっけ？シバ、今日あれ今日って、サファリンとこ、あれちょっとよくわからなかったな。あれ誰やろ？あ、マジ？当たらへんのか。それ、きつい。一回回復しに行った方がいいかな。いやいやいや、当たらなさすぎやろ。え？マジか。なんで当たらへんの？ま、いいんやけど、ま、いいことはないんやけど。やば、これやばいな。麻痺って当たりにくくなるのかな、もしかして。その可能性は、まあ、なくもないよね。麻痺。臭い花。とりあえず、一回でもダメージ与えれば、なんとか。いや、そうでもなかった。一打目はちょっと、めっちゃかわいそうやな。一打目弱すぎるな。もしじめによく、そんな子だからって油断しない方がいいわよ。どうしよう。麻痺の状態でいいか戦おうかな。なんか偉い目ありそうやけどな、でも。すげえ悩む。悩むなぁ。体当たり、とりあえず体当たり。まあ、きつくかぁ。これ俺このまま死に落とされるかもしれへんなぁ。いやぁ、ちょっときついかなぁ。外した。俺もちょっと。やばい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 。やばめ。やばめ。マジか。これ普通ない？これ電光石火みたいなの手にした。スピードスターは、マジか。はぁー。はぁー、確かに。嘘、マジか。移動速度、素早い。あれ？ま、え？なんで？なんでなの？巻きつく。で、外さんかったらさ、武器の先生ってずっと巻きつかれて終わりやろ。これきついな。はぁー。巻きつくめっちゃ強いな、じゃあ。やばい。先生が取れへんもんね。素早さは、なんかあんのかな、その。なかなか。ちょ、なんとかできんかな。巻きつく。きつい。いやー、きつい。いやー、巻きつく。マジか。一生巻きつかれてるもんね。これ PP は、PP 限界あるよね、さすがに。あ、無限 PP もしかして。これ。ヤドリギの種植えるか。赤、草効かへん。草効かんことはないかな。どうなんやろ。いや、効かん気がするな。今せっかく外したのにさ、思ったんやろとしたな。あらー、これはあと34回、35回耐えられるけどさ、これなかなかハードじゃない。いやー、うつどんにまさか
ここまで苦しめられるとはな。巻きつく何回使うねん。巻きつく、巻きつく。待て、落ち着け。ポイントピーピーすごい。空気薄いはあるんやけど、違うね、そうじゃないね。ただ落とされるかもしれんよね。次ウツドンから何かに切り替わったとして、落とされるさ、巻きつくやめて何か大技決めてくるかもしれんから、それも考えといた方がいいよね。いい傷薬使うか。すごい傷薬、いい傷薬は、いや、すごい傷薬使うか。しょうがないわこれは。でもあと麻痺がエグい。もう一生俺巻かれてんのかな。 PP 何やん、巻きつくって。おしゃおしゃ、よしよしよし、ただ体当たりって、ね、あと巻きつく。こいつ PP、 そうか、プレイナー PP って聖剣、そうか、ないんか、技切れがないんか。あー、なんか外れやすくなったな。エグ臭い花、もうどうしよう。こっちものしかかりで麻痺を乗せてあげたい。麻痺なのかな。あ、いいよ、吸い取るはいいよ、吸い取る。巻きつくだけは勘弁してくれ。ってことはこっちがレベル100のなんか巻きつく要因を作ればわりかし優秀なんかな。とりあえず麻痺をどうにかしなあかんな。ひどい目になったな。ちょっと一回回復しに行こう。ダサいけどさ、いきなり殴り込みってほらーってきたけど、でも思った以上に苦しめられた。すごい傷口も使っちゃったしさ。マジか、巻きつくエグいな。でん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 これ、そんな人か。よし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 、いけるぞ。つまくない、つまくない、まだつまくない、巻きつかせない、巻きつかせない、巻きつかせない。たまたま、いいね。でさ、もしこれさ、俺言うこと聞かないとかなってたら、どうなってたのね、先の。あ、巻きつか外れた、よっしゃ、あ、麻痺やみたいな。巻きつか外れた、よっしゃ、あ、麻痺も回避してちゃんと攻撃できると思ったら言うこと聞かないんで。あら、寝てました。お花をいけるのが趣味ですね。あらまあ、あらまあ、エリカさん。エリカさんは美しい。エリカさん、エリカさん美しいな。うつ、あ、よしよしよし、マヒ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 のせよ。あーしゃ、ワンパンワンパン、オッケーオッケーオッケー。あー、もんじゃらも巻きつく。もんじゃら締め付けるかな、締め付ける、巻きつく。うん、まあ、どっちにしろやばい。一発されたらもう勝てへんが、素早さ負けたら絶対無理。てことは素早さの高い巻きつくポケモンを俺は準備すればいいのかと思ったけど、俺は PP の制限があるんで、いい傷薬、いや、俺の勝ちや。こうなった、こうなった。よーし、結論はエリカの準備はウツドンが一番強い。あ、ウツドンが一番強かったね、この右のお姉さんの。わざわし21。メガドリーン、与えたダメージの半分がポケモンの栄養に。おいしょしょしょ、待て。じゃあ不思議な種、不思議な矢での種を捨てよう。メガドリーン、謎の草に覚えさせられへんわな。ただメガドリーンって、あ、ゴーストタイプに当たる技って葉っぱが、メガドリーンまたのかな。あー、ちょっとよくわからへんな。じゃあ使ってみて、もしどの技も当てられへんか、ちょっと考えよう。ソーラービンとかはあれ、じゃああるんやろうけどな。ダン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 。ソーラビンが待機時間が一旦あるからちょっとだるいよね。できれば避けていきたい。ということで今回自転車乗りながらだけども時間がいくらいなんで、この辺でありがとうございました。おやすみなさい。次はどこ行ったらいいんかな。下田かな。はい。